レイヨンゴジャサルキチガイエース黒天使ヌマサージャキ、カ西純レイヨンゴジャサルキチガイエースは、主に第2本プロレスで活動するタッグチーム。2005年6月8日、第2本プロレス、横浜分隊大会での黒天使ヌマサージャキデスマッチ7番勝負第6戦、カミソリ十字架ボードデスマッチ終了後、対戦相手を務めたカ西純が、スポーツライクな 爽やかなデスマッチをやっていると、第2本のエース、伊藤隆二のデスマッチ感に異論を唱え、デスマッチは男臭い、ドロドロとした世界だと、同じ考えを持つ沼沢と、意気投合。吉、イタッグ結成に至る。吉と書かれた、セクシーパンツ姿にもなり、ファンを沸かせていたが、10月下旬、火災の内臓疾患による欠如により、活動休止を余儀なくされる。 火災欠場の間、沼沢はメンズ帝王をパートナーに活動。火災本人も治療の合間を縫って肉体改造に成功。2006年、火災の復帰に伴い4月22日札幌、定戦ホール大会より活動再開。9月以降、対戦する機会が多くなり、沼沢の BJW 認定でスマッチヘビー級。 王座挑戦などもあり、解散の噂がささやかれたが、逆に結束は高まり、解散は回避された。2007年、アパッチプロレス軍に活動範囲を拡大。6月24日、アパッチ後楽園、ホール大会で、ウータグ王者決定トーナメントに出場し、チーム初のタイトルを獲得、会場に、基地、イコールを巻き起こした。カッは、アイスリボンに所属する。 女子レスラーである、松本とと、385とサルキチガイエースを結成し、インターナショナルリボンタッグオーザーを獲得している。また、加西、沼沢、松本の3人で、385ジャサルキチガイエースを、クミデ d ィ d ディ,ディ・プロレスリングの子 D6 人、タッグオーザーに挑戦したこともある。ありがとうございます。